ダブルブリザード。はい、どうもこんにちは、ゆきおです。今回はこちらのおもちゃを見ていきます。超合金魂 GX83 超合金魂東証ダイモスフルアクションです。はい、というわけでフルアクションシリーズではもう定番となった縦長で平べったい薄っぺらいパッケージですね。サイド、反対側、天面、底、裏面にはこの商品の特徴であるこの商品によるいろんなアクションポーズが載っております。さあ、というわけでもう早速開封していきましょう。はい、中身の内容ですがこのようになっております。まずはダイモス本体ですね。そしてダブルブリザードとファイヤーブリザードの付け替え用の胸部ですね。ブリスターの方に移ると、まずはバトルブレイク、ダイモシャフト、台座の支柱に、台座本体、三流根本体と、それ用のチェーンですね。そして双流剣となっております。さらに台座の中にも交換用拳が入ってますね。台座の中のブリスターですが、まずは交換用の顔パーツですね。そして、支柱の部品が入っております。あとは交換用の手首がいっぱいついてますね。さすがは空手ロボというだけあって、いろんな表情のものが入っております。さあ、では早速本体を出していきましょう。もうこの瞬間がね、超合金魂の一番の楽しみですよね。このズシッとくる感覚、今回もズシッときますね。あ、今回のダイモスはちょっとアレンジきついかな。うん、ちょっとバリすぎてるかな。過去のフルアクションシリーズのボルテス5とダイターン3はね、こういう風にすだちで立たせるとね、そこまでアレンジきつく見えなかったんですけど、ダイモスはかなりバリってますね。これはちょっとアレンジきついかな。説明書はこんな感じですね。いつも通りペラ1枚です。中身はこんな感じです。裏面、さあではまず一周見ていきましょう。ダイモスフルアクションの全体はこんな感じになっております。はい、では足元から見ていきましょう。まずはね、足の裏ですね。足の裏のところはこれ合金かな、なんか合金のような気がしますね。それ以外の部分はプラスチックのようです。そして内部フレームはもちろん合金、この辺の外装はプラですね。そして内部フレーム、この辺全部合金ですね。この辺はプラですね。プラ。この塗装がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ツヤツヤのテカテカでね、もうよく見ないと合金なのかプラなのか見分けがつきにくいぐらいツヤツヤです。この塗装クオリティはいいですね。かなり高いです。この辺もね、一見合金なのかなと思うんですけど、プラですね。ツヤがすごい。腕周りも、触った感じ冷たくないので、外装は全てプラですね。そしてここは、このボディの赤の部分ですね。ここは、合金ですね。顔パーツとかはもうプラですね。塗装が素晴らしい。確かに空手ロボなんですけど、ちょっと筋肉質すぎる感じはしますね。もうちょっと四角くても良かったかなっていう印象はあります。ダイモスはね、やっぱり箱ロボなんでね。顔のアップはこんな感じですね。はい、では可動範囲見ていきましょう。まずは頭部ですね。ボールジョイントで自由に動きます。そして肩ですね。肩はね、まず
1回転は余裕で可能ですね。ボールジョイントでつながっております。自由に動きます。そして、スイングですね。横へのスイングはこの肩パーツがね、こういう風に移動するのでどこまでも上がりますね。顔が邪魔なんで、顔が邪魔さえしなければどこまでも持っていきますね。ちなみに、ここも動きます。このように、うん、これは柔軟だ。そして、肩の前後ですね。後ろはこんな感じですね。後ろはこれぐらいで、前はかなり出てきます。こんな感じで前まで出てきますね。そしてロール、ここにもロールがありますね。そして肘は二重関節で、このようにピタッとつくまで曲がりますね。拳はボールジョイント、自由に動きます。ボディはフルアクション、おなじみの方式ですね。まずは横に向けてみると、これぐらいですね。これぐらいまで傾けることができます。そして、いつものやりすぎなんですけど、前後ですね。後ろにはここまで曲がりますね。これ引き出し式の伸びる関節になっております。前はここまでいきますね。まあ、後ろから見るとね、ちょっと不自然ですが。そして、腰のところでボールジョイント、自由に動きます。腰アーマーはまずフロントがガンダム方式ですね。跳ね上げ。そしてサイドアーマーは、今回はサイドアーマーはちゃんと素直にサイドについてますね。他の FA シリーズはね、後ろについてたりしたんですけど、今回は素直です。そして開脚。開脚はこれぐらいまで開きますね。真横までとはいかないですね。股関節自体はボールジョイントではなく、このようなヒンジ型ですね。前はこれぐらい。後ろはね、ほとんど動かないですね。そして膝はこれぐらい曲がります。そして足首はボールジョイントで自由に動きます。後ろはこれぐらいかな。前もこれぐらい。左右は、内側にはかなり傾きますね。外側はこんな感じですね。そしてつま先部分はこのように独立して動きます。蹴り出すような感じで、このようなニュアンスもできますね。あ、でもこのダイモスはファイティングポーズ取らせると途端にかっこよくなるわ。すげえ、もうかっこいい、かっこいい。確かにね、バリアレンジきついんですけど、これはこれでありですね。いい。この辺の印象はね、前に出たボルテス大ターンとは逆ですね。ボルテス大ターンは結構おとなしめのポーズ取らせてる時が昔みたいな感じでいい感じだったんですけど、今回は、直立ポーズよりこういう風にファイティングポーズですね。様になりますよ、本当に。ちなみに、台座にセッティングするとこんな感じになります。大きさはペットボトルと比べるとこんな感じです。ではここからは頭部パーツを叫び顔に変更して、この叫び顔の状態で、オプションパーツをね、いろいろつけてポーズをつけて遊んでいきましょう。シャーフバトルブレイク三流クマン
総龍拳。ダブルブリザード。必殺烈風聖剣突き。フルアクションシリーズ3体並べると大きさはこんな感じです。はい、というわけで今回は GX83 超合金魂東証ダイモスフルアクションでした。これは今までのフルアクションとはちょっとイメージが逆でしたね。今までのフルアクションはイメージほどバリってなかったんですけど、今回はもうバリバリです。その分もうアクションさせてなんぼですね。すだちはいまいちパッとしなかったんですけど、アクションさせたら途端にかっこよくなりましたからね。これはね、もう変形オミとされてる分、その分もう好き放題グリ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 いじって遊ぶ、そういうおもちゃで、もうコンセプトバッチシですね。ダイモスという素材がもうフルアクションにぴったりです。まあアレンジ自体の好みはね、もう人それぞれ分かれると思うんだけど、僕もね初め見た時はちょっときついなと思ったんですけど、まあ遊んでるうちに気にならなくなってきましたね。さあ一応発売予定のフルアクションは3体もう出たわけですが、あとは参考出品のやつが出るかどうかですね。もし出るなら今後もちょっと買っていこうかなとは思います。はい、今回はそんなところですね。あとはチャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。東証ダイモス、みんながお前を呼んでる。